はい、ということで今日もやっていくぜ、天野リリアナチャレンジ。逃走再生21パックあるんでね、これを向いて天野リリアナを引っ張り出す。まだ諦めてねえのかお前みたいに思われるかもしれないけど、俺今年中にはね絶対引っ張り出して動画に収めたい。っていうか、その逃走対戦の日本語にはね、まあその日本語限定のね、あのイラストがあって、まあそれが高いわけですよ。でさらにそれが光るとね、バーンって値段跳ね上がって、350円のパックから20万が出るっていうね。もう今20万するかどうかわかんないけど、まあ価値的にはね20万相当のカードが出るっていうことで、それをね絶対いつか引っ張り出したいわけよ。てかね、多分ね動画で収めてる人いないんじゃない？まあいるかもしんないけど、なんか俺が見てないだけかもしんないけど、あのね、そのすごいね伝説の瞬間を収めたい。あー、1枚目違うわ。ネヘプからのサムと、これはダメだね、すごい残念パックだった。てかめっちゃ光る、めっちゃ光る。光らないポイント探そう。ここだ、光らないポイント。ここで2パック目。そう、逃走対戦はねもう超楽しいパックなんですよ。まずここレアがあるじゃん。レアがあって、違う、ごめん、土地があってフォイルじゃない。まずレアがあって、でその次にねここにあのプレインズウォーカーがあってっていうので、ね、2段階で遊べる。おお、すごい。これ見て、このあのあれ、パズドラみたいなナヒリ、パズドラナヒリ、これはね結構可愛いよね。こういうイラストをね体験できるのは逃走対戦だけ。もう本当にねこれすごい大事にしていきたい。はい、で次3パック目。もうプリンズオーガーが光ったらね、もうビッグボーナスチャンスみたいな感じなんで、そこを楽しみたい。いくぜ。ダメだ、白い伝説もうあれしかないんじゃない？オケチラしかいないんじゃない？オケチーラじゃなかった。土地に強い弁護士がいた。土地に強い弁護士トミクさんです。土地に強い弁護士トミクさんはね、まあその2万の23飛行っていうね、めちゃめちゃ強いビートサイズしてるんだけど、伝説だからね並ばないっていうね明確な弱点を持ってる。なんか赤のプリンズオーガー多いな。赤のプリンズオーガー、ヤバラードさん、なんかこれサラコナーっぽいよね最近の。はい、4パック目。いやでも逃走対戦やっぱ楽しいな。なんかねまだ1年楽しめるわこれは。全然なんかさすがの俺も飽きたかなと思ったけどね、全然ねやっぱね向いてると飽きないわ。はい、ゾンビ軍団からの山からの土地でん、こちらカーンの拠点、カーンの拠点からのあれだな、あのあれしかないわ、ミノタウルス、プリンズオーカー、アングラス、アングラスのこれどっちだよこれね、日英分かりづらいんだよ。日本語だった、日本人の名前書いてあった。日本語版アングラス、日本語限定アングラス。アングラスもな、アングラスもな。だこいつなんかプラス能力あったらね超強かったんだけど、やっぱアンコモンのねあの強さに収まってるのが、まあ、すごく少しだけなんで。で5パック目、5パック目はなんでしょう。5パック目こちら、ゾンビ4、あ、22のゾンビか、これ分かりづらいな。22ゾンビからの島からの赤い伝説。さっきねネヘプ出たからね、多分あれだろうな、あのあいつ獅子神様じゃない、獅子神様じゃねえや、乙骨主様の方だな。イルハグ、イルハグはねアタックするだけで手札のクリーチャーがね飛んでくるっていうので、だからねこいつ5マナなんだけど、そのアタックするだけでね10マナぐらいのねバカでかいやつもね飛んでくるかもしれないっていうことで、もう防御側はねもうパニクること必至で。次6パック目、6パック目はてか神話では1枚引いちゃったな。沼からの、あもうあれか、あ違う、これねそうそうあれなんだよ、あいつ名前出てこねえぞ。これね結構ねボーナスチャンスなんで、あのソリンかと思いきやそうテフェリーがいるんで、でテフェリーは今ねもう爆上がり中だから。でもなんかね俺わかるんだよね、この白さはねソリンな気すんだよな。なんだろう、なんかね右の黒さがもうこっからにじみ出てる気がする。はい、ダンこちら、あテフェリーだった、すごい読み外しよかった。テフェリー、大に強いプリンズを買ってテフェリー、これがいる限りに相手もインスタントタイミングで行動できないっていうので、もうあのもう死ぬしかない。あの極論なんかあの間を省くはお前は死ぬみたいな感じのね、そういうプリンズオーカーテフェリー3ターン目に出てくるのやばいよね。やべえ、それの日本語限定イラスト、日本語限定イラストね俺結構好きなんだよね。あのゴテフェと同じようなポーズしてるからね、なんか並ぶとねなんか結構かっこいいんだよね。なんか一貫性があってね、サンテフェはなんか俺こっちの方が実は好きだったりする。ただあの揃えてんのは英語版で、暗殺者トークンからの、暗殺者トークンからの森からの、これあれじゃない、もう一個しかないんじゃない、あの、あれの誓いじゃない、ケイヤの誓いしかないんじゃない、ケイヤの誓い、マジ強カード。そう、あの、まあ、右手を上げてね、誓いますって言ってんだけど、右手をなんかその、霊体化みたいに刺してるから、本当は誓ってないよみたいなね、そういう皮肉が込められてるカード。そしてこれはね、なんかね、タンポポみたいに飛んでるからね、多分あれなんだよな、あの、あれ。あれが出てこない、サヒーリじゃない、サヒーリだった。あ、でもこれ可愛いんだ、このなんかね、真剣ゼミみたいなね、サヒーリ。ごめん、全然真剣ゼミっぽくないけど、俺は真剣ゼミって呼んでんだよね。なんか全然真剣ゼミじゃないよって思ってる人いたらごめんね。ケイヤの誓いとサヒーリ悪くない。このね、日語サヒーリね、めっちゃ可愛いよね。
本当な、これのフォイルとかね、めっちゃ値段跳ねるんだよ。なんかあの普通に買うと100円だけど、フォイルだとね4000円ぐらいするから。そういう夢詰まりまくってるエキスパンション、闘争対戦フォイル引きたい。で次、左が青のもうなんもないんじゃない、ダンこちら、お魂の戦者。なんかちょっと生きりすぎたあのドムリ君がね、めっちゃ締められてるっていう、おいで調子乗んなみたいな感じのね。で次が、お青、青ということはナーセットチャンス、俺の夢ナーセットが引けるかもしんない。これねナーセットなんだけどね、知ってんだよこの人、あのベナーセットなんだよ。そうハリウッド版ナーセットなんだよ。もうついに、ね、分かっちゃったよ、このハリウッド版ナーセットの書いてる人の名前が。なんかイラストレーターのところで分かってしまうという。まあとはいえね、まあ、ナーセット強いからね、あの全然大事にしていきたい。そう今ね、そのなんか日号ナーセットがいいみたいな感じでね、あのこっちのナーセット人気ないけど、普通に強さでいったら同じだから、どっちも同じだから大事にしていこう。で平地からの青い、もう青いは何もない。あでも光ってる、お光ってる子もこちら、無情な前進、あれみたい、あのあいつちょっと待って、あのクリント・イーストウッドのミスティック・リバーみたい、なんか全然しっくりこなかったかもしれないけど、伝わる人には伝わる。で無情な前進からの、これはあれだ、あのあいつタミオがいる。でタミオはね日本語がねすげえ可愛いんだけどね、米はね超怖いんだよなこれ。なんかあのなんつうんだろう、すげえホラー感やばいよね、日ホラーだよね、なんか逆に日本っぽいわこれ。で次が赤の、まあ、関係ないわ、そうだ、レア引いてんだ、レアでプリンズウォーカー引いてたわ。はい、ということでタミオでした。で次、このタミオマジでホラーこけし感やばいよな、すげえ怖い、夜見たらマジで失禁するわ。で狼からの、山からの白のろし上げかな、違ったわ、あれはねあの出来事だから、なんだ普通のレア。はい、こちら一騎打ち、一騎打ち。そうあのね、これソリンとね、あのナヒリはね、なんかもうめっちゃ仲悪いんだよね、仲悪いから、もうこの世界のピンチでも関係ねえ、俺たちは戦うぜみたいな感じで喧嘩してるっていう一枚。そして青でーん、こちらはナーセットじゃない、ナーセットじゃない、アショクだった。でもアショク超強いんだよ、アショクね、マジアショクねやばいよね、普通にこいつねかなり強いんだよな。そのライブラリーサーチできなくなるし、このマイナー1連発してるとね、なんかそのライブラリーから特定のカードをサーチしてきてコンボするようなデッキのそのコンボパーツも弾いていけるから、なかなか隙がなくて強い。でそしてね、あのこの抽選能力ね4回使えるのか、4回使ったらライブラリー16枚なくなるから、なんか普通にね重要なリソースがどんどん消されてくるんだよねっていうのでね、アショクむっちゃ強いよね。3マナのプレインズウォーカーでね、あのなんかできる牽制力としてはめちゃめちゃ高い。で次軍団からの、山からの、黒もうなんもないんじゃない、黒の M、 うわーあれじゃん、あのフィナーレサイクルの黒じゃん、でんこちら永遠の終焉、なんかボーラス様鼻かゆいよみたいな感じのね、ちょっと可愛らしいイラストと、なんかリリアナのね、あのなんか決死の一撃みたいな感じなのか、ちょっとふわっと浮いてるだけなのかわかんないけど、まあ2人が描かれているイラストで、黒ダブシン X でタフネス X 以下のクリーチャーを最大3体対象として破壊すると。なんかこの X かかるとおかしいよね、なんかタフネス X 以下3体っていうので、なんかあのちょっと覚えとかないとどこが X にかかるかわからない効果で、でこれ X が10以上だったら墓地からクリーチャーカードを全て戦場に戻すっていうね。そう、この終焉サイクルは X が10以上だと超負けつくんだけど、なこれ超ド派手だよね、あなたの墓地からクリーチャー全部戦場に戻せると。だからまあ12マナで相手のクリーチャーを殺しまくった挙句、こっちの戦場めっちゃクリーチャー並ぶみたいな、まあそれが永遠の終焉。そして黒はダブリエルさん、すごいこれデュエマっぽいイラスト、まあデュエマのイラストレーターらしいんだけどね、めっちゃデュエマらしいよねこれ。ダブリエルさんもね、まあ中性能力3回使えるからね、3回ハンデスできるのはなかなか強い、ただ3回ハンデスすると死んじゃうからね、そこが難点で。次もう一山死んでんのか、やば。なんか全然、あの、いいの来ねえな。沼からの違う、来てるわ。ちゃんと手振りは引いてるわ。手振りでも十分当たりなんだよな。で、伝説の黒。もうこれはね、残虐少女しかねえ。虐殺少女だった。わかんねえ。もうこいつ残虐少女か虐殺少女か覚えらんねえわ。こいつかなり強いんだよ。あの、5マナ44のクリーチャーで、まあ、威迫っていうね、その、まあ、あの、回避能力持ちで、まあ、出た時のね、能力がね、結構豪快なんだよね。その全体にマイナー中性与えて、で、そのマイナー中性で誰かが死んだら、もう一回マイナー中性与えてっていうので、その連鎖するんですよね。そのか殺戮が連鎖するっていうので、なんかその、 あのタフネス1タフネス2タフネス3ってあったらもうその全滅するっていうので、まあめちゃめちゃ強い、うん、っていうかそのなんかね CIB 持ちで存全除去をあの持ってるっていうのが、やっぱそのなんだろう、今パイオニアでいうとそのウルベンワールドの横断とかからもね引っ張ってこれるから、その全除去がクリーチャー持ってるっていうのはね、なかなか強いポイント、虐殺少女でした。で次が何これ、緑か、緑はね別にヤンコモは特にないんだよな。でこちらダーン、こちらキオーラさんでした。キオーラいいね、あの次のエキスパンションでね、あのキオーラのふるさとみたいなとこ行くかもしんない。違うわ、キオラのふるさとは普通にはテイロスだったわ。はい、次、このパック開きにくい、なんかあの何かが眠ってる感じがする。
はい、ゾンビ軍団からの森からの機体か。赤の機体は1個しかねえんだよな。こちら、20無戦車、3マナ3、2の戦車トランプルで、なんか、スペルトナイルと勝手にね、動き出すっていうね、乗組員がいないのに勝手に動き出すね、ちょっと困ったちゃんで、なかなか強い。ただ、全然スタンでは見かけてない。で、次。白のプレインズウォーカーで、これあれじゃん、ナーセット書いた人と同じ人じゃん。じゃん、こちら。ケイヤー、ケイヤー、険しい。険しいね、ハリウッド版ケイヤー、マジ険しいね。なんか日本版ケイヤーはね、逆にむちゃむちゃ柔らかくなっちゃってるけど、ね、はい、で次、次のパックから登場するのはゾンビ軍団からの森からの赤いプレインズウォーカー。なんだろう、日本語だったらこれね、日本人なんだよな、ラックさんが書いてるやつ。ダン、こちら、サルカン。サルカンはね、スーパー強いプレインズウォーカーだと思ってんだけどね、ちょっと今あんま活躍してないね。まあ5マナ中性5でね出てきて、でクリーチャー1体があなたコントロールしてるプリンズウォーカーか、何これ、ちょっと待って待って、まあクリーチャーが殴ってくるたびにこっちがコントロールしてるそのドラゴンの数分だけそのクリーチャーにダメージ与えるっていうので、まあそのドラゴンがいっぱい並んでたらもう相手のクリーチャーねもう殴るだけで死亡するっていう状況を作れるんで、めちゃめちゃ強くて、でプライ1でコントロールしてるプリンズウォーカーが全部44飛行になるっていうので、なんだろうな、その3ターン目4ターン目とかに出してるプリンズウォーカーがねいきなり44になって殴ってくるっていうので、なんか一気にねライフ詰められたりとかして、まあなかなか強いプラスとさらにマイナス3でドラゴンを埋めるんですよね。でだからまあ一応プラス能力あるんで、まあ、そのプラスを経由することで44ねドラゴン2匹出せたりするんで、かなり強いプレインズウォーカー、サルカンさん俺は好きだけどちょっと今あんま跳ねてはないね。はい、サルカンさんでした。で次、もうだいぶ終わりが近づいてきてる。一応でも今回はねテフェリー引いてるからいいかな。なんか前回なんかねほんと何も引かなかったからね、もうこれが闘争対戦の闇かみたいな感じで垣間見たけど、今回は一応テフェリー引いてるからそこを大事にしていきたい。で沼からのそっち、もうこれ基本地形しかないんじゃん。基本地形山からの山、綺麗だなこれ。ホイール光るな、ホイール光るなって謎だな。ホイールは光ってんだよ。でレア、なんもないんじゃない。一応神話レアのシミックのやつがいるけどあんま引きたくはないよね。はい、レアのなんだろう、あれか、ハイドラか、なんか超でかいハイドラ、なんかイラストは好きだよ。なんかこのホーンテッドマンションみたいなのの後ろにハイドラがいるっていうね、なんかそういう組み合わせはすごい好き。で44だから首4本みたいなね、そういうなんかイラストをね、イラストとそのテキストを大事にしてるカードは大好き。で5マナ44トランプルで、あなたがコントロールしてるプレインズウォーカーの上に置かれてる中性カウンター1個につきプライチカウンターが1個置かれた状態で出ると。だからまあプレインズウォーカーをと一緒に使おうハイドラね。であなたがコントロールしてるプレインズウォーカーの上に中性カウンターが1個以上置かれるたびにその数に等しい、あなるほどね、プライチカウンターが乗ると。だから中性能力使うとそのプラス分こいつもでかくなると。だからそのカーンのねプラス3とかやるとこいつ3でかくなると。どういう使い方だよ、全然強くねえな。で次、白のプレインズウォーカーダン、こちらケイヤー、ケイヤーかぶる、ケイヤーかぶる。はい、ということでハイドラとケイヤーでした。あと6パック、あと6パックで何引ける、あと6パックで引けるもんなんか考えろ。まあ、とはいえ、一応テフェリー引いてるからもう勝ちなんだよ。おお、これは何かの前兆な気がする。吉兆か、もしくはなんかやばい前兆かもしれない。ニッサの紋章からの、ニッサの紋章からの森からのなんでしょう。これもうボーラス一択じゃない。そう、ボーラス一択。よー、竜神ニコルボーラス、かっこいい。米版、ハリウッド版ニコルボーラス。すごいね、5個シンボルあるっていうね、めちゃめちゃ色構造厳しい5マナのプレインズウォーカーなんだけど、マジ能力超強いと。まずこいつね、常在能力で戦場にある全てのプレインズウォーカーの能力使えるんですよね。で、これ相手のも使えるんで、これね、ちゃんと頭使って使うとすごいね、テクい動きとかができたりするんで、なんか盤面よく見て使おうカードの筆頭カードニコルボーラスで、まあその自分のもね使えるから、まあ意図的にね、なんかそのデッキ組む上でこいつの中性能力とかとのシナジーがあるなみたいな感じで組んでもいいし、なんか戦場を見てね、あ、今こいつ出すとすげえ強いじゃんみたいな感じでね、そういう風に使ってもいいしっていうね、なんか上級者がね、喜ぶカードの1枚、竜神ニコルボーラス。で、プライ1能力がカード1枚引いて対戦相手はそれぞれ手札1枚追放するかパーマネント1個追放しなきゃいけないっていうので、まあ、自分はドローしてね、相手の盤面かね、ハンドが消せるっていうので、まあ、アドを取れて、で、マイナス3はクリーチャーかプリンズウォーカー1体破壊と。だこのマイナス3がね、やっぱまあ、次もうマイナス能力使えないから、ちょっと弱めだけど、まあ、それでもね、まあ、盤面に触れる、まあ、5マナのプリンズウォーカーっていうのは強くて、で、奥義がね、まあ、ド派手。伝説のクリーチャーもプリンズウォーカーもコントロールしない対戦相手はゲームに敗北するっていうので、で、一応プリンズウォーカーの奥義ってのはね、基本的にその、まあ、ゲーム決着するんだけど、まあ、ここまでね、はっきりとね、敗北しますみたいに書かれてるのは少ないから、まあ、そういう意味でね、ちょっとそのスペシャル感を感じれる、なんかもう、マジック・ザ・ギャザリングのラスボス的プリンズウォーカーニコル・ボーラスさんでした。いいね、シンワリア引いた。まあもういいんじゃないかな、もうこれぐらい当たり引いたらね、
っていうか、まあ、当初の目的は、あまりだったけど、やっぱ開封していくうちになんか現実をね、突きつけられて、ダメだなってなっていくのがね、闘争対戦だわ。で、スピリットからの、平地からの、黒の、R の注目のストーリーなんでしょう、ダン、こちら。光獣魔術用カード、これやばいね。全スタンで俺ね、これでもう超勝ってきたよ。本当にね、やばいよね。2マナでプレインズオーカー好きなだけ殺せるんですよね。プレインズオーカーの価値ってなんだよってぐらい、なんか簡単にプレインズオーカー殺戮しまくって、で、さらにこの後ついてるのがおまけ能力なんですよね。そう、デメリットだろうと思ったのに、なんとこの殺した数だけ、どっかのプレインズオーカーの上に中性のカウンターで2個置けるっていうので、だからまあ分かりやすいので言うと、その5手目出して、プリンズウォーカー2体殺すと即奥義が打てるっていうので、やばいよね。しかも同じ環境に3手目がいるから、なんかここにね、割り込んだりができないから、えぐすぎ。マジ、コジュね、むっちゃ強いよね。あ、カズミナだった。なんかここでもうちょっと楽しむべきだった。コジュやばくない？なんかプリンズウォーカーってこんな簡単に死んでいいの？みたいな。で、こんな簡単に死んで、かつこんなおまけついていいの？みたいなね。もう誰もが思ったよね。なんか一時期4マナでプリンズウォーカー破壊して中性カウンター置くみたいなカード一体何だったんだって感じだもんな。で、沼からの緑、緑フォイルなんだろう。緑のね、フォイルはね、光り方好きだよ。コモンターン、こちら。おー、開花の巨体。4マナ44で、出た時に増殖と。むっちゃ強いな、こいつ。シングルシンボル4マナ44なんだ。やば。普通に出てきて、地上がビタ止まりするし、アタックもできる。で、増殖もあると。むっちゃ強い。コモンなんだ、これ。アンコモンじゃねえんだ。へえ。で、レアはー、おお、待って、ダブテフェチャンスじゃない？もしかしたら。でもなんかこっから出てる白いの、ソリンっぽいな。どうでしょう？あー、ダメだった！ソリンだった！まあ、そりゃそうだわな。まあ、でも日号ソリンだった。めっちゃ当たりじゃん。復讐に燃えた血王ソリン4魔の中性と呼んで、あなたのターンである限り、クリーチャーとプレインズウォーカーが反抗を持つと。だからなんか、その吸血鬼らしくどんどん奴隷にしていける能力で、で、プラ2で、プレイヤーかプレインズウォーカー1体に2点、1点か。1点与えると。はん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 。で、マイナー X で墓地からクリーチャー X マナコスト以下のやつを釣ってきて、まあ、吸血鬼にできると。だからまあ、ビートダウンで非常に強いね。まあ、ゲインもできて墓地から釣ってこれてっていうので、まあ、そのビートダウン相手にもコントロール相手にもね、いい動きする、ソリンさん。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいけど、ちょっと今そんなことやってる場合じゃないんだよね。その、もう全部王子の前では無力だから。で、最後3パック。3パック目じゃない、ラスト3パック、ゾンビからの、山からの、なんでしょう、おー、フォイル、なんかレア来るといいな。アンコモンダン、こちら、おー、力戦をうろつくもの。力戦をうろつくものはね、もう超アド生物だね。3マナ23ハンコンセシト、やばいね。もうお得感しかない。で、さらにマナクリと。もうお得感の塊。もうお得でしかないけど、なんか別にそんなって感じだよね。なんか2000円分の福袋の中になんかおもちゃ1万円分入ってるみたいなのが力戦うろつくものでした。で、レアは黒の注目のストーリーのダン、こちら。おお、戦慄中の式、なんかね、俺のリアクション見てマジック知らない人は大当たり引いたんだみたいな思うかもしれないけど、全然そんなことはなくて。ただこれむっちゃ強いのよ。6マナで、もう好きなだけね、クリーチャー蘇生できるのよ。だからまあ遊戯王でいうところの死者蘇生、好きなだけ打っていい番みたいな感じで、その代わり蘇生したクリーチャーのそのパワー分だっけ、タフネス分だっけ、マナコストの合計分ライフ失うっていうので、だからその6マナもかかるんだけども、1匹釣るだけでも大ダメージなんですよね。ただその代わりなんか出た時にね、回復とかの仕組みがあるやつとかをまとめて釣ってくると、なんか差し引きゼロとか、なんなら得したりとかね、そういうことができて、6マナでむっちゃダメージ食らうんだけど、その釣り方次第ではもう得できるし、てかもうこれでもうゲームが終わったりもするんで、むっちゃ強いカード。しかもこれプレインズウォーカーも釣ってこれるんだよね。やばいよね。だからなんか相手にその火力とかで割り込まれないような状態、なんか3手目とか出してこれ打つと、まあうまいことね、ライフを元に戻したりもできるからいいカードで、青のプレインズウォーカーナーセットじゃない、アショクだった。なあちゃん全然来ねえな。なんか本当に何だろう、なんか俺の気持ちに反してやってこないっていうね、すごいこの恋愛感を感じるよね、ナーセットと。マジで引かねえな、日ナーセット。どうしたんだよ、本当に。で、次が壁からの、平地からの、赤いプレインズウォーカー、なんだろう、日語だといいな。お、ラックさんじゃん、またラックさんじゃん。ダン、こちらはサルカンだった、かぶった、サルカンかぶった。でもこれかっこいいからね。ってか、すごい色鮮やかだよね。もうマジックではない色の使い方だからね。こういうのはね、これからのマジックのディクションで大事にしていきたい。なんか、50年後ぐらいに、昔はこういうカードがあったんじゃ、みたいな感じで、ちっちゃい子に説明してあげたい。で、最後1パック、ラス 1! ラス 1! ラス 1! 泣いてる！鳥を飾るのは、本日鳥を飾るのは誰でしょう？ゴブリンからの、森からの、一回ジャブ挟んでほしい。一回ホイルっていうジャブを挟んでほしい。挟まなかったな。
カーン確定なんだよなこれ。無職のプリンズウォーカー、カーン15番。なんかガンプラのイラスト描いてる人のカーンだね。すごいガンプラ感あるカーン、めっちゃ当たりだね。これもね、もう普通に今値段結構上がってるんだよね。そう、闘争対戦に入ってるレアカードにしてるもうね、すげえ値段跳ねてるから、もしかしたらね今後さらに上がっていくかもしれない。あの大いなる創造者ターン、4マナの中性度後のプリンズウォーカーで、対戦相手がコントロールしてるアーティファクトがもう起動できなくなると。だから普通にそのアーティファクトを使うデッキに対してのその牽制としても強いし、さらにプライチで、クリーチャーでないアーティファクト1個対象として、次のターンまでそれのパワーとタフネスがそのマナコストに等しくなると。だからまあ0マナのアーティファクトとかを対象に取ると0-0になって死ぬっていうので、まああの除去できたりもするし、まあ普通にこっちがねアーティファクト対応するデッキだったら、まあそのでかいクリーチャーに刺して殴ったりしてもいいしっていうので、なかなか強いプライチと、でマイナにこれがやばいね。これがねもうあのすごい、あのゲーム外から、まあ要はサイドボードとかから、アーティファクトを1枚ねハンドに加えれるっていうので、その対戦しながらね、対戦しながら相手のデッキを見つつ、そのなんかあの有効な対策カードを引っ張って切り出すみたいな、まあそういう動きができて、なんかそのなんつうんだろうな、もう効果的にね、そのメイン戦からいきなり対策カードをね放てるっていう、めちゃめちゃ強い能力を持ってるカーンさんでした。まあかなり今回当たりだったのは、21パックにしてみればね相当当たりな引き方した。まあ、特にもうあのあれ、フェビリー1枚だけでもね相当元取れてると言っても過言ではない。元は取れてないわ、全然過言だったわ。はい、というわけで、まあ、今回もね天野リリアのオナーセットも引けなかったけど、まあ、なかなか楽しい開封になったんで、まあ、有意義な時間が過ごせたんじゃないでしょうかと思っております。まあ、できたらね今年中にね、まあ、そのホイールのオナーセットとかね天野リリアとかねカメラに収めたいよね。出たってとこね、あのぜひカメラに収めてサムネにして、なんかあのサムネ効果でね動画の再生数跳ね上げたいと思ってるんで、まあ、あの機会があったらねまた今年中に1回ぐらいはやると思うんで、よかったら見てください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。